さん、こんにちは。こんばんは。今日も始めていきたいと思います。書式室さもりの YouTube ライブ、毎週水曜日夜8時半になりました。1週間早いな、もう本当に。あっという間に1週間ですけれども、まあ、前相変わらず雑談から入りますが、いや、昨日、8月10日ね、サウザンコミックス第3弾、ワイン知らず、漫画知らずというね、バンドデシネですけれども、昨日までがクラウドファンディングのね、締め切りで、いやー、成立してよかったな、もう本当にあれ、なんかもう、残すこれ1日2日ぐらいの時点でまだなんか 30% 足りないとか、そんな段階でね、いやーちょっとどうなるかなってすごいドキドキしてて、これちょっと今回厳しいのかなとかって思いながら、まあクラウドファンディングってね、最後まで諦めたら終わりなんでね、本当にね、もうね、なんでね、もう試合終了なんでね、スラムダンクじゃないですけども。なんでね、でも本当ね、皆さん本当、最後までこう粘りがちみたいな感じでね、ギリギリでしたけれども、いやー、成立して本当良かったなーって思います。いや、でも、あれですよ、クラウドファンディング、もうちょっとなんかね、早いうちに、初めの1週間ぐらいでね、達成してね、本当はね、次ちょっとセカンドゴールとか、もう早々に達成しちゃったんで、次もっとなんかいいおまけとかつけるよみたいなね、セカンドゴールを設定しますみたいな、そんな風なのが、クラウドファンディングの醍醐味じゃないですかね。わかんないですけれども。ということで、皆さん、次回の、サウザンコミックス第4弾ね、もうなんか来週から始まるらしくって、ちょっと今回、かなりね、期間が短いというか、次が始まるまでね、短い感じなんですけれども、次なんか台湾のユリ漫画、歴史ユリ漫画をやるみたいなんで、これはちょっともうね、さっさとこう成立して、なんか次おまけとかなんか、こう想定めっちゃよくするとか、なんかそういう感じでね、セカンドゴール設けてもらうぐらいのね、なんかそんな勢いになったらいいなとかっていうふうに思います。なんか北ん花物語っていう作品なんですけど、私ね、ちょっとその作品持ってないんですけど、これね、同じ作者さんの、このね、作者さんのお名前ね、これなんていうのをお呼びするのかな、世紀一回収尾さんというね、ちょっとなんか変わったお名前のね、台湾の作家さんなんですけれども、その方の、これもね、今度クラウドファンディングされるのもすごい評価高い作品なんですけれども、これなんかこれがね、タイトルなんですけれどもね、なんかピンクリボンとかそういう意味合いの、多分ね、タイトルなんですけれどもね、なんかすごい可愛いユリ漫画です。これ現代もののユリ漫画だけど、今度来週からサウザンコミックスでクラウドファンディング始まるのは、歴史ものね、昭和11年ぐらいの台湾を舞台にした作品だったかな ?11 年だったかな、なんか多分そのぐらい、昭和初期ぐらいの、台湾なんですけれどもね、を舞台にした作品らしくてね、それすごい楽しみですね。めっちゃなんかね、絵が可愛いんだよね。なんかほんと少女漫画みたいな感じのね、めっちゃ可愛い絵柄のね、方なんでね、とてもね、楽しみにしております。ということで、まあ来週から始まるみたいなんで、それはもうさっさとね、成立して、セカンドゴールとか、なんか、すごいおまけがつくとか、すごい想定にするとか、なんか、ね、そんな感じにやれたらね、いいかなと思います。ということで、まあ、もしよろしかったらね、興味ある方、そちらの方も、サウザンコミックスのね、次のプロジェクトも、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、まあ、雑談はこんな感じにしまして、今日のね、お題ですね。今日、エイドリアン・トミネさん、これ、このね、お名前、発音ちょっとね、いろいろあるんですけれども、まあ、日系のアメリカ人の方でね、名字は、日本語で言うとこの遠い峰と書くね、遠峰さんらしくってね、
で、日本語のカタカナ表記だとね、トミーねってなることが多いんですけれども、向こうの発音だとなんだろうな、なんかね、ちょっとなんか動画でちらっと聞いたけど、トーミーみたいな、なんかそういう感じのね、発音されてましたけれどもね、まあ、エイドリアン、トーミネさん、トミネさん、ちょっとそのあたり発音揺らぐかもしれないですけれども、はい、エイドリアン、トミネの、作品をやっていきたいと思います。いやー、でも、まあ、今回ね、これ、なんでこういうテーマにしたかっていうと、いろいろちょっとニュースがたくさんありまして、この方、ちょっとびっくりするんですけれども、ちょっとびっくりしたニュースがこの間、舞い込みまして、それね、YouTube の、なんかちょっと短い2、3分ぐらいの動画にもまとめさせていただいたので、まあ、よかったらね、そっちの方とかも、見ていただけたらなと思いますし、まあ、今後ちょっとその手の海外漫画のトピックス的なニュース的なやつも、まあ、YouTube で動画でね、ご紹介していけたらいいかなとかって思っているんで、もしチャンネル登録まだの方ね、していっていただけると嬉しいかなと思うんですけれども、まあ、まずね、まずの話からしないといけないですね。この自伝漫画、これ自伝漫画がね、ちょっと前私 YouTube ライブでも、やりましたけれども、アイズナー賞と呼ばれるアメリカで、まあ、最も権威のある漫画賞の一つで、漫画界のアカデミー賞とも呼ばれるね、まあ、そちらの方で、自伝ベストグラフィックメモワールですね。で、賞を受賞したと。で、この作品が、まあ、テレビアニメ化されると。その制作、プロダクションがまた豪華みたいなね。そういうのがあってですね。ちょっとビッグニュースもあったりもしたんですよね。まあ、その制作、プロダクションというのが、A24 と呼ばれるね。映画配給、映画制作会社さん、ちょっと、かなりとんがった映画を、配給されてらっしゃって、私、この間ね、ライトハウスって灯台に二人閉じ込められた男のちょっと狂ったお話とかの映画をね、見に行ったりもしたんですけれども、あんな感じでかなりとんがった映画を配給される A24 さんと、あとですね、まあ、A24 から配給されている映画ですけども、ミッドサマーとか、ヘレディタリーとかをね、監督されているアリ・アスター監督、そして、そのプロデューサーのラーズ・クヌーセンさんがね、2019年に立ち上げたスクエア・ペグという、制作会社。そこがね、テレビアニメを作るということで。いやー、ちょっとね、驚きですよね。で、私ちょっとあんま詳しく知らないですけど、A24 でアニメものってとかってやってたりもするのが、私なんか実写のイメージばっかりなんですけれどもね、それアニメをするっていうのもすごいびっくりだし、まあそれアリアスター監督とかね、もう好きな人めちゃくちゃ好きですよね。まあそんな監督が、まあ制作総指揮みたいな感じ、まあそこの制作会社さんがね、作るっていうことになりますので、何かしら関わってくると思うんですけれども、そんな感じでね、めっちゃ豪華な、制作人で、作られるっていうことでね、まあちょっといつ放映されるのかとか、まあね、日本語で見ることができるのかみたいなのちょっとわかんないんですけれどもね、でも、すごい楽しみ。いや、これ、このね、自伝作品もめちゃくちゃ面白いんですよね。私、これ、ちょっと、まあね、英語版で読んで、ちょっとびっくりしたんですけれども、めっちゃ面白いんでね、じゃあアニメ化も楽しみ。これ、ちょっと後でね、詳しい作品の内容は後でご紹介していくとして、まあ、そんな感じでね、結構、エイドリアン・トミネ、本当話題の人で、まあ、他にはあと、2作品の映画が、映画化、実写映画化ですね。っていうのが、まあ、今度公開される。もしくは、ま、これから公開予定であるみたいな風になっていてですね。いや、そもそも、エイドリアン・ドミネって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9作品 ?9 作品って言っていいのかな ?9 冊ぐらい単行本が出てる。9冊ぐらいしか、とも言えるかもしれない。そのうちの、まあ、3本が映像化、映画化されるみたいな、ね、ちょっとね、びっくりですよねっていう感じもありますので、まあ、このエドリアン・トミネ、どんな作家、どんな作品を書かれていらっしゃる方なのかっていうのをね、まあ、今回ちょっとね、いろいろご紹介していきたいと思います。
いや、これまでちょっとね、よく考えたら、本当 YouTube ライブとかで取り上げてなかったのが、自分でもちょっとびっくりするぐらいに、実は私、この方、すごい作品大好きで、まあ、よくね、海外漫画、にハマったきっかけになった、作品とかな、なんですかみたいなことをね、聞かれるんですけれども、まあ、その時に私、まあ、フランス語圏のね、バンドデシネ作家で、まあ、エマニュエル・ルパージュとか、まあ、ケラス・コエットとか、フレデリック・ペータースとか、まあ、そのあたりを挙げるんですよね。まあ、この3方は、どのぐらい、私に影響を与えたかっていうと、私が初めてフランス語の本、フランスからフランス語の本を取り寄せたのが、まあ、その3人っていうぐらいでね、まあ、日本語を、の翻訳書だけでは飽き足らず、オリジナル版原書に手を出してしまうというね、まあ、その、もう禁断の扉を開かせさせた3人の作家さんなんですけれども、まあ、その方々はね、フランス語圏の作家さんということなんですけれども、英語圏の作家さんという意味合いで言うと、ティリー・ウォルデン、まあ、この間ね、まあ、ずっとこれ聞いてくださっている方は、私がティリー・ウォルデンのことなんかね、めちゃくちゃ言ってるなとかね、ツイッターとか見てくださっている方とかね、お気づきかとは思うんですけれども、そのティリー・ウォルデンと、あともう一人、今日ご紹介するエイドリアン・トーミネ、がね、まあ、好きな作家、英語圏の、海外漫画、ね、アメコミでね、好きな作家をあげろと言ったら、もう本当にこのエイドリアン・トミネをあげるぐらい、もう本当大好きな作家さんです。はい。でね、この作家さんね、まあ、どんな作品を作られている方かってご紹介していきたいと思うんですけれども、結構ね、面白いんですよね。もともとね、同人作家さん、同人誌を、まあ、自分で作っていて、まあ、同人誌って個人誌ですね。で、作っていて、まあ、それが認められて漫画家になったみたいな方なんですけれども、それがね、まとめられているのがね、これね、13 to Stories というね、ものでね、まあ、これなんか、復刻版みたいな感じなのかな。若かりし頃のエイドリアン・トミネの、顔写真がデカデカと出てきますけれども、まあ、こんな感じでね、ちょっとなんか、いろいろ入っているんですけれども、第1号どれだったかな？これね。これね。オプティックナーブというね、視神経というような意味なんですけれども、こういう、もう本当、コピー本ですよ。全部で16ページぐらい、12ページか。12ページぐらいのね、この作品、こういう同人誌から始まったという作家さんなんですよね。で、これが書かれているのが、何年？ 1991 年に、の秋ですね。秋にこれ第1号が発売されたって書かれているんですけれども、エドリアン・トミネが1000、えっとね、え ?1700、あ、千九、700じゃないよね。700って、歴史上の人物だったじゃん。1974年生まれなんで、それこそ高校生ぐらいの時ですかね。まあ、その時に、まあ、こういう、しかもこれ、まあ、1ドルって書かれてるんですけれどもね、まあ、こういうコピー本を書き出して、まあ、そこが彼の、まあ、漫画家人生の始まりになったみたいな感じなんですよね。で、この32ストーリーズの中に、そのオプティックナーブの、まあ、こうね、自費出版で、出していた、もう本当コピー本ですよね。後々にね、まあ、後の作品でご紹介する、なんかスリープウォークっていうね、作品あるんですけれども、まあ、短編集ね、なんかその中にも、印刷会社さん、まあ、今ね、印刷会社さん、印刷所みたいなところってあんまり世の中ないですけれども、昔金工図みたいなね、そこで行ってコピーなんかいっぱいできるみたいな、そういうところがあったかと思うんですけど、そこでバイトして、なんかこっそり同人誌を、するみたいな、なんかそういうコピーするみたいな、なんかそういう漫画が出てくるんですけれども、まさしく多分ね、そんな感じで高校生の頃作られてらっしゃったのかな、みたいなね、そんな感じなんですけれども、まあそういう、こう、昔のね、いやー、なかなかちょっとね、なんか
最新作とか読んだ後にね、読むとね、もう かなりね、ちょっとこう、まだ若いなっていう感じでね、なんかね、楽しいんですけれどもね、まあこんな感じで。で、どんどんちょっと号が進むごとに少しずつこう、絵も洗練されてくるっていうね、それもなかなか楽しいですよね。で、途中の、これなんだろう、第何号かな？第7号。第7号とかからはね、なんかちゃんとカラーで、コピー本じゃなくて印刷された本みたいな感じでね、作られてたりとかね。あ、これ6号か。6号ぐらいからね、カラーにもなっているしね。みたいな感じで、まあ、もともとこんな感じで、ほんと自費出版から始まった方なんですよね。それが面白い。で、まず、こういう風な感じでね、まあ、自分でコピー本とか、まあ、後々になるとちょっとね、ちゃんと印刷所で印刷したっぽい感じになって、カラーになって、みたいな感じになるんですけれども、まあ、そういったものを出していた時に、まあ、カナダの独立系コミック出版社のドローン&コータリーという会社ですね。D&Q 社という感じでも略されますけれども、まあ、そこがね、これエイドリアン・トミネのこう才能素晴らしいということになって、まあ、このオプティック・ナーブという、コミックですね、まあ、これを、まあ、ちゃんと出版社さんから出しましょうよみたいな話になっていくわけなんですね、うん、でそれが、出されたものが、まあ、今後単行本で、まとめられていくみたいな、まあ、そういう感じになっていきます。なので、まあ、この、今回ね、ちょっと初めにご紹介した、これ、13-2 Stories というのは、まあ、その、自費出版時代の、同人誌をね、集めた、まあ、オプティックナーブというコミック集ですね、を、集めた作品集ということになります。これ多分ね、私はこのボックスの中、結構、ちゃんと、ちゃんとというか昔の感じでね復刻した感じのやつ持ってますけど、まあ、その前に多分ね普通になんかペーパーバッグみたいな感じで出てたんだと思うんですけれどもね。あ、そんな感じでね、まあ、認められて出版社さんから、まあ、このオプティックナーブという、作品ですね、コミック集ですね、短編集が、発売されて、そちらの、1号から4号がまとめられたものが、こちら「スリープウォーク&アザーストーリーズ」という単行本になって、登場して、まあ、これが、まあ、日本語でも、読めるプレスポップギャラリーさんの方から発売されております。で、現象ね、1998年。ですね。なので先ほどのオプティックナーブの、まあ、自費出版の、第1号は1991年に発売されているので、まあ、そこから、まあ、7年ぐらい経って、まあ、こんな感じでね、まあ、一冊に単行本にまとめられるという感じになります。で、まあ、これはそのね、今言った1号から4号に掲載された、まあ、短編集みたいな形になっております。いやー、でも、本当なんかね、これ出版されたプレスポップさん、プレスポップギャラリーさん、ダニエル・クローズとかね、クリス・ウェアのジミー・コルガンとかね、なんかそういう結構オルタナティブ系のアメコミをものすごくたくさん翻訳出版されている会社さんで、あと結構その関連のね、おもちゃとかね、なんかそんなのも出されていらっしゃる方なんですけれども、本当ねいいよね、よくこれを翻訳してくれたなっていう感じがしますよね。で、まあこの作品いろいろまあ入っているんですけれども、その中にはまあさっき言ったね、なんか印刷所で、バイトをする少年の物語とかも入ってたりとかね、して、まあそんな感じの、まあ、でもまあまだこの時期はまだなんだろうな、荒削りというかね、まあまだ若々しい感じの、で、
まあなんかこう青年少年のこうこじれた、こう精神を書いているみたいな。で、まあ先ほどのそもそもにしてオプティックナーブというあの同人誌も、まあ彼がその学生時代、高校生時代とかに、まあどっちかっていうと結構暗い人生を歩んできたらしいんですよね。で、まあ、その、こう、もやもやしたようなものをぶつける先が漫画を描くことだったみたいなね。まあ、そういうところもあって、結構このね、この人ね、すごいこじれた、人間の、こう、精神のね、もやもやした感じのところをね、描くのがね、本当面白いんですけれども、まあ、その中でもこういうね、スリープウォークというね、作品集ですね。で、これが出たすぐぐらいの時に、多分、エイドリアン・トミね、日本で来日してるんですよね。で、そのことを書いてるのが、その時にね、なんか、エドリア・トミネがめっちゃ好きな、辰巳義弘さんのことがすごい大好きらしくって、で、なんか、エドリア・トミネって、英語圏における辰巳義弘の、紹介に、まあ、一役買われたみたいな感じでね、本当なんか、まあ、日本で考えるよりも辰巳義弘って世界でものすごく評価されているんですけれども、まあ、劇画。漫画家みたいな感じで、劇画漫画家ってなんかちょっとおかしいが、劇画作家として評価されてるらしいんですけれども、まあそういうエドリアン・トミネもめちゃくちゃ大好きで、ここで対談をしてるんですよね。その対談がなかなかね、面白いですよね。まあこの時エドリアン・トミネまだ20歳ぐらいかな。2003年、だからまあ20代半ばぐらいかな。で、まあ、もう辰巳義弘さんはね、まあ、結構なお年なんですけれども、その世代を超えた2人の漫画家さんのなんかね、まあ、でも全然こう世代は超えているけれども、さすがやっぱり漫画家さん同士でこう分かり合えるみたいなところとかっていうのをめちゃくちゃね、感じられるような感じでね、対談されていらっしゃって。なんか昔結構ね、アックスで海外漫画の特集とか組まれてたりしたみたいなんですよね。私もあんまり詳しくなくて、で、しかもちょっと入手できるのはそんなに多くないんですけれども、これは、アックスの第36号ですね。で、なんかオルタナ系世界その2という特集で、まあ、先ほど言ったエドリアン・トミネと辰巳義弘の対談の他にも、なんか韓国の、オルタナティブコミックスとか、なんか、どこだった？ノルウェーのなんかね、コミックスとかね、なんかいろいろ入っててね、ちょっとね、面白いんですけれどもね、まあ、こんな感じで、対談もされていらっしゃったということでね、これ、ぜひぜひ、気になる方、読んでみてください。この対談、めっちゃ面白い。まあ、そんなに、ページ数ないですけれどもね、めっちゃ面白いのでね、ぜひ読んでいただきたいなと思います。はい、そんな感じで、で、次の作品っていうのがこちらになるんですね。サマーブロンドという、これは、国書館公会さんから翻訳が出てますね。原書がこれね、もしかしたらもうちょっと違う、年齢違うかもしれないけど、多分次、スリープウォークの次に出された。まあ、先ほど言った、D&Q 版のオプティックナーブの第5号から8号に掲載された4つの短編が載っている、作品集になります。で、多分じゃない。私が初めてエドリアン・トミネの作品を読んだのが、実はこのサマーブロンドで、でもこれ、このね、4作品がね、ほんと、どれも、なんかね、ツボるっていうかね、なんかね、ツボにはまるね、ほんとね、面白いって言っちゃダメなのかな。なんか結構ね、残念な人がいっぱい出てくるんですよね。なんかこう、で、まあでも、なんか、誰が悪いみたいなのではないけれども、なんかね、こう、うまくいかないみたいな感じの、なんかそういう、こう、でも、もやもやを抱えたね、こう、満たされないものを抱えた男女がね、こういっぱい出てきてね、こう、その何とも言えない世界観というか、空気感というか、この人物描写
こういうところをこうね、切り取って漫画にするんや、みたいなね。で、結構終わり方も唐突に終わって、こんな終わり方すんの？みたいなね。なんか結構唐突な終わり方をして、なんか、読む人によってはなんかね、あんまり、こう、な、なんない、なんかよくわからんみたいな感じで終わる。って思っちゃうかもしれないんですけれども、なんか私的にはその唐突な終わり方がまたなんかそれが心地いいみたいなね、なんかそんな感じですごい私大好きな作品なんですよね。あ、ドラドラさんありがとうございました。マーブロンド気になってきましたということで、わー言ってくださってありがとうございます。そうなんですよね、これね。そうで、先ほどね、一作品目、これ、スリープウォークに比べたら、少しまた、こんな言い方すると、ちょっと上から目線ですけど、絵もね、上手になって、ストーリーも上手になって、どんどん洗練されてきた感じでね。これね、私、これ大好き。多分、エイドリアン・ドミネの、私が読んでいる中で、どの作品が好きですかって聞かれたら、一番はさ、マーブロンドですっていう答えてしまう、痛くなるぐらいね、私大好きなね、作品なんですけれども、こういったね、短編集を書かれています。で、次出されたのが、ちょっとこれね、私持ってないんですけれども、こちらですね、スクラップブックという、これ、1990年から2004年までに書かれた、いろんな作品とか、断片的なものとかも含めて、それをまとめたものみたいなんですね。1990年っていうと、自費出版もののオプティックナーブが生まれる前ぐらいの時からみたいな感じなんで、多分、いろいろね、書き溜めていたものとか、もうそれこそ本当にスクラップブックっていうタイトル通りに、あるものを結構いろいろまとめて発行したものみたいな感じなんですけれども、こちらの方が発売されるっていう感じですね。で、その後ですね、これまでは短編ばっかりだったんですけれども、中編作品にトライします。それがね、このショートカミングスという作品ですね。欠点とか、長所に対するところの短所みたいな、そういったような、タイトルの意味合いになるのかなと思うんですけれども、こちらの作品がね、なんと今度、映画化もされるということで決定しましたね。で、その監督をされるのが、アントマン&ワスプとか、ワンダビジョンとかでジミーウー役を演じた韓国系アメリカ人のランドール・パークさん。この方がね、監督を務めるということで、話題になっております。これが今年の2021年の春ぐらいに発表されたのかな。なので、まだいつ、完成予定とか、いつ公開予定とかっていうのは、まだまだ全然ね、続報楽しみなんですけれども、こちらの作品がね、今度映画化もされるみたいなんですが、これはまたね、ちょっとね、面白い作品なんですよね。残念ながらこれは日本語版になっていなくって、英語版でね、私読んだんで、ちょっと読解能力があれなんで、どこまで正しく読めているかわからないんですけれども、主人公がね、こちらのね、男性ですね、日系人の男性、で、この方の、恋愛物語を紹介されているっていう感じです。隣のね、女の子いますけれども、これ日本人の女の子が、彼女なんですけれども、このね、主人公、日系人ということで、なんかものすごいコンプレックスを持った、人なんですよね。なかなかちょっと付き合うのめんどくさい系の、男なんですよね。で、ちょっとこう、なんだろうな、白人の女の子にモテたいみたいな、なんかそういったようなところが出てきたりだとか、ちょっとこのね、日本人の彼女と結構揉めたりするんですよね。っていう、そういった
ったこう日系人としてのコンプレックスを抱えた男が、まあ、どのようにこう恋愛するとどうなるかみたいな、なんかそういう話がね、書かれていて、まあ、もちろんこうエイドリアン・トミネの、サマーブロンドとかでも発揮されましたけれども、何とも言えないこう気まずい空気感とかね、ああそんな感じで終わるんだみたいな、なんかそういったところとかもねあって、とてもね面白いし、なんかね、キャラクターもすごいいいんですよね。中にね、この、主人公の男性の友達として、韓国系の、女の子のね、友達がね、出てきて、まあ、その子はレズビアンなんですよね。で、レズビアンだから、まあ、ちょっと家族の前で彼氏のふりしてよみたいな感じで、この男ね、まあ、ベン・田中だったかな、に、頼むんですよね。まあ、なんかそんな感じのね、韓国系の、女の子出てくるんですけれども、まあ、その人、そのね、女の子とのね、やりとりとかもなんかすげえ面白かったりしてね、いいキャラクターなんですよね、本当にね。そう、で、このね、キャラクター面白いんですよね。まあ、結構こじらせ男のベン田中さんもね、そう、でもだいぶね、こじらせ男なんですよね。まあ、そこら辺とかも面白いし、なんか聞いたところによると、このショートカミングスはヨーロッパでもめちゃくちゃ評価されたらしくって、アングレームかなんかに取り上げられたんだったかな。なんか聞いたら結構ヨーロッパ圏では、これショートカミングすごい人気で、なんかなんで日本語になってないのかわからんみたいなことを、まあ、ヨーロッパから来た方にね、なんかトミネトークしてた時になんか、言われたことあるんですけれども、なんかそのぐらいにね、とても人気の作品みたいですね。まあ、もしかしたら、先ほどね、実写映画化するっていう話がありましたから、こう、映画がね、公開されるタイミングとかで、これ、日本語になったりしないかな、してくれるとね、なんかね、めっちゃいいなとかって思うんですけれどもね。っていう、これね、ショートカミングスっていう、フィクションの話で言うと、唯一の中編というかね、これ一冊丸々一つの物語っていうのは、これ唯一なのかな。あとは短編集か、まあ、自伝はね、一冊で、まあ、一つの物語みたいな自伝ありますけれども、そういう意味ではね、なかなかちょっと面白い、特殊な作品の一つになるかなと思います。これね、ショートカミングスっていう作品。で、これが、まあ、先ほど言ったね、まあのあの、オプティックナーブというね、まあ、そこで全部連載されているのが単行本としてまとまっている感じで、9号から11号までに、掲載された、作品になります。で、そんな感じでね。で、あとね、次に出されるのが、これもね、私ね、持ってないんですけれども、エイドリアン・トミネの初の自伝漫画と言っていいんでしょうかね。初って言っても、まあ、2作品しか自伝漫画ないですけれども、シーズ・フロム・アン・インペンディング・マリアージュ、マリアージュ、マジア、マリ、あれ、マリは、マリアージュっていうのはフランス語かな。そうそう、マリッジっていうね、結婚にまつわる物語を書いた自伝漫画らしいんですよね。これね、私ちょっとね、読んでないからちょっとわかんないんですけれども、まあ、結婚、奥さんのお話とかはね、こっちのね、まあ、最新の自伝漫画の中にも、まあ、ちょいちょい出てくる、エピソードとしてね、出てくるんですけれども、まあ、その話題を、まあ、結構ね、まとめた感じの自伝漫画になるのかな。なんか、絵柄もちょっと可愛いよね。なんか、私、このエイドリアン・トミネの自画像、まあ、このね、自伝のなんかこの自画像もいいですけれども、この、結婚物語の方のね、なんかちょっと頭身が2.5頭身ぐらいのキャラクターになっているね、なんかこの自画像もめちゃくちゃ可愛いですけれどもね。っていう、こういう、自伝漫画というのは実は、これが2011年か、2011年に出たみたいなんですけれども、まあ、こういったね、作品が、あるみたいです。これはちょっと私ね、まだ読んでない感じですね。はい。で、
その次に出たのが、こちらですね。これはもう漫画ではなくて、ニューヨークドローイングということで、エイドリアン・トーミネね、漫画家としてももちろん有名なんですけれども、イラストレーターとしてもとっても活躍していて、ニューヨーカーという雑誌ですね。そちらの表紙のイラストとかもすごい描かれてらっしゃるんですよね。もしかしたらツイッターとか SNS とかで、このコロナ禍でもこう、ね、表紙書かれてて、何オンライン飲み会、オンラインミーティングみたいなものをちょっと皮肉ったような、上半身はめっちゃ着飾っているけれども、下なんかすごいボロボロになって、ボロボロって言ったらおかしいけれども、すごいこうね、用意をしていない女性のね、まあ、このコロナ禍のオンラインのね、ミーティングがこう流行った状況を、まあ、皮肉ったようなイラスト描かれてて、ちょっとめちゃくちゃ面白かったんですけれども、ちょっとね、テレビカメラで見えないところはすごいこう片付けがなってないみたいなね、そういうようなのところ書かれてたイラストが書かれてたんですけれども、こんな感じでね、まずニューヨーカー紙とかに、載せられていたような、イラストとかね、そんなのをまとめた画集になりますね。ちょっとなんかね、面白いんですけどね。なんかバットマンとかも書いてますね。なんかエイドリアン・トーミネすごい子供の時にめちゃくちゃ、まあ、アメコミのね、もう本当オタクみたいな感じのね、めちゃくちゃアメコミ大好きな少年だったみたいですよね。で、まあこれね、まあ他、まあいろいろ画集が載っているみたいな、イラストが載っているみたいな、まあなんかそういった、画集ですね。ニューヨークドローイングスというのが発売されております。はーい。で、で、まあこうやってなんかね、やっぱイラストレーターとしてこうね、いろいろやっぱり描かれてると、絵もなんかどんどんね、こう洗練されてきてますよね。かっこいいですよね、本当にね。まあまた漫画とは違うね、イラストの良さみたいなものもあるんですけれども、そのあたりのこう洗練された要素がもう全部濃縮されているのが、まあこちらのキリング&ダイングという、単行本になります。こちらが、オブティックナーブの第12号から14号、2011年から2015年までに出たものに、掲載された、6つの短編をまとめた単行本になります。で、これがね、初のというか、フルカラーなんですよね。これまでの単行本って、まあ、さっきね、ご紹介したサマーブロンドもそうだし、ショートカミングもそうだし、まあ、基本モノクロなんですよね。で、書かれているんですけれども、キリング&ダイングはもう、全部ね、フルカラーでね、それもすごい、綺麗、そう、すごいね、洗練されてる。絵も洗練されているし、ストーリーもめちゃくちゃ洗練されているっていうかね、笑いのなんか描き方とかっていうのが、とってもね、進化している感じが、このね、作品はしていますね。なので、なんか、やっぱすごい、漫画家さんとかでエイドリアン・トーミネ好きな人とかって、結構やっぱこのキリング&ダイングの評価が、まあ、めちゃくちゃ高い感じ、がしますね。まあ、私なんかここまで、これ個人的な話やで、個人的な話をすると、キング&ダイングはちょっとね、洗練されすぎてる感じがあって、まあ、サマーブロンドぐらいがなんか私の個人的なところではツボるなとかって思うんですけれども、でもその作品としての完成度とか、まあ、まあ、ブラックな笑いをね、この人提供してくれる、すごい短編漫画を描かれるんですけれども、その笑いの、まあ、クオリティというかね、そういうのも考えても、とってもこれ一番やっぱり洗練された、短編集になるかなっていう気はします。
で、これがね、面白いことに、このキリング&ダイイングも、なんか実は映画化されていたらしくって、それがですね、しかも、監督がフランスの監督さんなんですよね。で、ジャック・オーディ・アール監督という方、ちょっと私には詳しくはね、存じ上げないんですけれども、で、このキリング&ダイイング、まあ、6つの短編あるんですけど、その中から3作品を、選んで、まあ、それをちょっとミックスしたような感じの、なんか、映画になってるっぽいんですよね。で、なんか全然知らなかったんですけど、この2021年の秋に、まあ、フランスで公開されると。まあ、日本での公開はちょっとね、わかんないですけどね、来るのかな、来てほしいですけれどもね。で、タイトルは、パリス・サーティンス・ディストリクトということでね、まあ、舞台も多分パリになっちゃうんでしょうけれどもね、まあ、そのエイドリアン・トミネの、まあ、このキング&ダイイングの作品を、まあ、なんだろう、脚色したみたいな感じですかね、まあ、原案みたいな感じですかね。になるような映画もなんか今年公開されるみたいです。いやーね、ほんとすごいよね。そんなの、そんなニュースがね、とっても舞い込んできて、とってもびっくりしているんですけれども、最後ね、で、これが最新刊になります。2020年に発売された The Loneliness of the Long Distance Cartoonist、 これが、まあ、最新刊の自伝漫画になっております。もうこれね、想定がいいよね。まあ、こんななんかゴムでちょっと止めるような感じになってて、本当なんかね、手帳に書いたメモ書きをした、あの自伝漫画みたいな感じのテイストになってるんですよね。なんかね、中側もあのこう青いね、方眼ノートになっているんですけれども、まあ、その中で何年だったかな、めっちゃ子どもの時、1982年フレスノというね、まあ、地名ですねっていう感じで、まあ、いついつのどこどこであったエピソードみたいな感じのエピソード集みたいな感じになっております。で、まあ、1982年だから、この時はまあ小学生ぐらいの時ですよね。で、めっちゃあのなんかアメコミオタクの小学生が転校してきて、なんかクラスでちょっといじめられて、みたいな、なんかでもそれちょっといじめられるのちょっとわかるぐらいにオタクチックなこうね、言動をしてる、あのエイドリアン・トミネ少年のね、子供の時の、小学校の時の様子が描かれるっていうところから始まって、最後、これ結構、何年だったかな、ちょっとちらっと見ようかな。最後のエピソードが結構長かったんだよね。まあでもおじさんになる、時ですね。2018年のブルックリンかな、うん、っていう、もう本当にその漫画家人生の、こう様々なエピソードを描いている。で、まあ、先ほどね、まあ高校生の時ぐらいから同人活動を始めてみたいな話をしていましたけれども、初めの時はね、やっぱり全然こう人気もないし、もうなんだろうな、こう、なんだろう、売れてない漫画家だったんだけれども、結構なんだろう、自意識過剰というか、でも自分は、すごい漫画家だし、みたいな、なんかそういうね、自信に溢れているんだけれども、その花をボキボキ折られるみたいなエピソードがね、たくさんあって、うわーって泣き寝入りするみたいな、なんかそういうシーンがたくさん出てきて、まあ自分のね、お話しことを、まあ自虐的に、まあ笑い、面白おかしくね、描いたエピソード、かなり残念なエピソードがたくさん詰まっているね、作品でね、これも本当ね、面白いんですよね。で、これが、まあ、アイズナー賞のね、これ2020年アイズナー賞のベストグラフィックメモアール自伝漫画でね、受賞したんですけれども、これ若い時にね、一回、アイズナー賞にノミネートされたっていうね、エピソードが書いてあるんですよね。1996年サンディエゴっていうね、まあ、エピソードでね、自分の作品がノミネートされて、で、なんだろう、もう、こう、受賞する気満々なんですよね、エイドリアン・ドミネね。で、その時の、こう、受賞者を読み上げるのが、
フランク・ミラーがね、それね、読み上げていくんですけれども、で、こう、エイドリアン少年は、まあ、子供の時にすごいアメコミ大好きだったからね、で、フランク・ミラーの作品も子供の時に読んでたし、こう、呼ばれてね、受賞者として呼ばれた時にこんなこと言おうかな、みたいなことをね、こう、もや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 考えていたら、なんかこの、名前ですね。エイドリアン・トミネというこの、まあ、名前は呼びにくくって、こう、フランク・ミラーがムニョムニャみたいな感じでね、ちゃんと呼んでもらえなくて飛ばされたみたいなのを、今、名前、何、自分の名前飛ばされたみたいな、僕、受賞者じゃないのみたいな、そんな感じで慌てるっていうね、なんかすっごい悲しいエピソードが書かれていたりみたいな、ことなんですけれども、今回ね、なんだろう、念願のアイズナー賞を受賞して、その時に結構エイドリア・トビニが、このね、その時に前、受賞者として、ノミネートを、されて受賞を逃した時のエピソードとかをこう SNS、インスタとかでね、また自虐的に貼ってね、今回は受賞したみたいな感じでね、なんか報告してたりもしていて、ちょっとね、面白かったですね。で、まあ、そんな感じのね、ほんとエピソードがたくさん詰まっている。まあ、初めはなかなかね、こう、人気がなくて、売れなくって、こう、しかも、このね、ちょっと名前が発音しづらいみたいなところもあって、まあ、なかなかちゃんと名前呼んでもらえないみたいな、まあ、ちょっと残念なエピソードを、まあ、ほんとね、自虐的に描いてるみたいなね。なんかそんな感じで、もう、これね、すんげえ面白い。ほんとこれ、翻訳してほしいな。なんかそれこそ、まあ先ほどね、この作品が、まあテレビアニメか、しかもそういう A24 とかアリアスター監督とか、そういう結構日本でも話題になっている方々がね、制作手掛けるみたいな感じで、とってもこう話題になっているからね、国書館公開さん、これ、やらないかな、日本語ね。ぜひともこのちょっと変わった想定。あ、そう。アイズナー賞ね、そのベストグラフィックメモアールでも、賞を取ったけれども、あとね、この、なんだったっけ、ブックデザインだったかな。なんかそういう想定のデザイン部門でも受賞してるんですよね。いや、ほんとこれ、いいよね、なんかね。このなんか赤い自画像の写真も、これ、貼ってるんだよね。シールでね、貼ってるみたいな感じで、この上のなんか丸いところとかも貼ってるみたいな感じで、いかにも、こう、なんだろう、モレスキンみたいな手帳みたいな感じでね、なんか初めにこんな、なんか手帳とかによくありそうな、なんかメモ書きみたいなのが入ってあったりとかしてね、なんか本当おしゃれな。しかも最後のなんか、こう、エイドリアン・トミネの説明がめっちゃ手書きのね、なんか、こう、落書きみたいな感じで書かれてたりとかね。いや、本当にこれね、すっごい、こう、デザイン的にも、いいし、中のね、物語もね、面白い。いや、だから本当これテレビドラ、アニメか、テレビアニメね、めっちゃ楽しみだな、この物語が。こうね、アニメになって動いて喋って話して悲しんでみたいなね。もうなんかでもこれ本当ね、バカバカしいっていうか、基本的になんかインクで書かれた、もう本当単純になんか持ってるインクでね、その場で書かれたみたいな感じの、まあ基本的にはね、一色で書かれてるんですけど、なんかよくわからん変なところでね、なんか違う、これなんか歯医者さんでなんか血がブーって出てるみたいな、なんかそのシーンだけやたら赤い印刷されててね、なんかこの赤の印刷って何の意味がある？他に別に赤い印刷ないんやけどみたいなね、なんかよくわからない贅沢なこう印刷で作られてますね。本当ね、面白いな、なんか、いや、こういう遊びができるっていうのもいいですよね。はい、という感じで、これが、まあ、最新作2020年に、発売されたね、まあ、エルニアンドミネの最新作になるわけですね。はい、という感じで、まあ、現在9冊の単行本って言っていいのかな、が発売されている作家さんです。
いやー、ほんとね、でも、面白いよね。この人ほんと面白いからね、なんか、いろんな人にちょっとね、読んでもらいたい気はするんですけれども、残念ながらね、今、翻訳で出てる、まあ、3作品だけね、翻訳で出ているんですけれども、まあ、この、スリープウォークと、まあ、サマーブロンドと、キリング&ダイイング、これ3冊がね、翻訳で出て、日本語訳で読めるんですけれども、残念ながらね、サマーブロンド以外の作品、ちょっと、そろそろ入手しづらい状況になりつつありそうな感じ。どうなんだろう、再販するかな、わかんないけど、重版もしかしたらするかもしれないけれども、海外漫画あるあるだからね、ちょっとね、どんどんね、手に入りづらくなりそうな感じをしているので、ぜひぜひちょっとね、早めに皆さんゲットして、読んでいただきたいな。まあ、もしちょっとゲットし損ねたよっていうことがあれば、うちの店にね、まあ、他の未翻訳作品とかもあるのでね、ぜひ読みに来ていただきたいなとかっていうふうに思います。そうですね。まあ、ちなみになんかサマーブロンドはね、うちの、店の通販サイト、最近海外漫画の、ちょっと、店頭販売と通販サイトってやり始めたんですけれどもね、ちょっとサマーブロンド入れてみたんでね、もし気になられた方、うちの通販サイトで買っていただけるととっても嬉しいです。まあ、あとね、エドリアントミネ、実は、この私、書籍様への海外漫画情報誌っていうのを作ってるんですけれども、こちらの創刊号にね、エイドリアン・トミネのね、特集をして、まあ、うちの店にある作品っていうのをね、ちょっとご紹介していたりもするので、もしよかったらね、こういうのもね、見ていただけたらと思います。はーい、ってな感じで、今日はエイドリアン・トミネ、の作品、いろいろ辿ってみました。まあ、初期のデビュー作、まあ、デビュー作というか、まあ、本当ね、自費出版から始まって、今やもう大御所ですよね、こんなね、テレビドラマ、テレビアニメか映画かバンバンして、まあ、アイズナー賞も、まあ、華々しく受賞してね、もう本当ね、大御所作家の一人みたいな感じになっていますけれども、まあ、その道のりというのは、ここに書かれているようにロングディスタンスだったということでね、まあ、その、まあ、苦難の、何十年、二三十年ぐらい、まあ二三十年ぐらいですね、の道のりは、この自伝に書かれているということで、まあ、興味がね、湧いた方、ぜひね、お読みくださったら嬉しいかなと思います。まあね、なんかね、これ、やっぱ、装丁もめっちゃかっこいいからね、本として持って、所有欲をかきたてられるみたいな、なんかね、そんな感じの本でもありますよね。面白い。後ろのなんかの紹介文にアラン・ムーアとかがね、コメント寄せてたりしますね。なんかそれもちょっとね、面白いですけれどもね。はーい。なんか、そうそうそう。なんかこう、自分はもう、痛くないと思われる漫画業界の話がうんにゃらかんにゃらみたいなことアラン・ムーア書かれてますけどね。まあね。はい、そんな感じで、たきどきさん、ありがとうございます。トミネが映画脚本を書いたのはどの作品でしたっけっていうことですね。映画脚本を書かれたのは、さっきの、これじゃない、ショートカミングだったと思いますよ。これは結構本格的に、そういう意味じゃないのかな、わかんない。多分これが、まあ、さっき言ったね、ランドール・パーク監督で、脚本がエイドリアン・トミネがやっていたみたいな、なんかお知らせがあったんじゃないかな？違ったかな？と思いますよ。結構このなんかね、ショートカミングスもこれまでいろいろ映画化の話は出てたけれども、まあ、エイドリアン・トミネ自身がまあね、うまく映画化できるのかみたいな、そういう懸念もあって、なかなかうんと言わなかったみたいなんですけれども、まあ、今回ね、そういうランドル・パーク監督という韓国系のね、アメリカ人の方が、まあ、監督を担当するっていうことで、まあ、きっとこうね、満を持してというかね、面白い作品、その、
アジア系の、男性のこうね、悩みみたいなものが、まあ、うまく表されているような、なんかそういう面白い映画になるんじゃないのかなっていうふうに思います。多分ねこれショートカミングだったと思いますよ、竹崎さん、あの脚本まで手掛けられたのっていうのはね、うん、まあ、さっきあの映画化もう一本今年されててびっくり、あのそれ知ってびっくりしたみたいな、キング&ダイイングは結構もう脚色されてるっぽい、うん、映画、なんか映画の予告編見る限りね、なんか、え、これ、キリング&ダイイングの、あの、映画なの?みたいな、ちょっと思うような感じのね、あの、少し、こう、結構アダルティックな雰囲気のね、作品になってたんでね、これは、またちょっと多分、この、監督をされてらっしゃる方、ジャック・オーディアール監督の、まあ、だいぶ、アレンジがね、入っている感じだと思います。まあ私見てないかわかんないけど、予告編見た限りそんな感じがね、しますね。はーい。そんな感じでコメントどうもありがとうございます。いやー、ということでね、なかなか、面白い作家さん、本当に出てる作品も面白いし、まあ日本語で読める作品も比較的多いですしね。で、まあそういう映像化みたいなことを考えると、まあ今後もちょっとね、楽しみですね。この後、ね、次の新作、この次年で、まあアイズナー賞とかも取ってね、まあ結構やりきった感もあるかもしれないけど、その次のなんかね、作品何書くのかなみたいな、なんかそういうのもちょっとね、楽しみですね。あ、竹崎さんありがとうございます。ジャック・オーディアールは西部劇を撮ってましたね。異色で面白かった。あ、そうなんですね。西部劇とかも撮られてたのか。おー、面白い。なんか今度そのね、やるキリング&ダイイングの映画化はもう本当なんだろう、現代の恋愛をテーマにするような、なんか作品だと思いますよ。結構ちょっとね、エロチックな感じのシーンとかも予告編ではね、出てきたりとかもしてたんで、まあ、あと、タイトルにね、パリっていうタイトルがついてるぐらいなんで、多分パリを舞台に、まあその男女の恋愛みたいな、話が描かれているんじゃないのかなと思います。そうそう。まあなんかエロティックなのは多分ね、この中でアンバースイートという作品があって、それもその映画の中で、まあ、組み込まれているっていう話が書かれたんですけども、このアンバースイートという作品がね、まあ主人公女の子なんですけれども、なんか女の子、その女の子に、まあ、マジ似ているクリソツの AV 女優がいて、みたいな、なんかそういう話で、そう AV 女優に間違われた普通の女の子の、物語を書かれているっていうね、なんかね、そういう話でね、これもなかなか面白い短編だったんですけれども、まあそういうのが、まあ、映画の中に組み込まれてるっぽい感じですね。はーい、という感じで、まあなかなかね、面白い作家さんなんで、ぜひともね、皆さんも読んでみていただけたらなというふうに思います。まあ私もちょっとまだちょっとね、2冊ほど、取り寄せてないもの、読んでない作品とかもあるので、それもちょっと読んでみたいですね。結婚のね、お話のね、自伝漫画はね、ちょっとね、いずれ読みたい。なんかもともとこのね、最新の自伝漫画がすごい面白かったんですよね。で、まあこの中にも、やっぱその、ね、妻になる方とのね、エピソードがね、書かれてたり、まあ、家族のね、エピソードとか、子供連れてたらなんか、すごいおせっかいなおばちゃんが声かけてきてみたいな、なんかそんな話のね、エピソード書かれてたりみたいな、家族のね、ことっていうのも結構書かれてるんですよね。漫画家人生と、あとまあ、家族というのも結構大きなテーマでなっている。まあ、途中からね、結婚してからね、なんかそういう感じにもなっているので、まあ、ちょっとね、そういう結婚にまつわる自伝漫画の方もすごい私今気になってて、まあ機会があったらちょっとね、取り寄せてみようかなと思っております。はーい、という感じで今日は、まああっという間にね、もう1時間ぐらい経ちましたので、今日このあたりにしようかな。本当、面白いですね。エドリアン・トーミーね。もう、ちょっと、皆さんまだね、読まれてない方、ぜひね、読んでもらえたらな、というふうに思います。
はい。じゃあ、今日もね、長時間ご視聴どうもありがとうございました。もし、チャンネル登録とかまだの方、ぜひぜひね、お願いします。こんな感じで、毎週水曜日、YouTube ライブで、いろんな海外漫画の情報をご紹介したり、あと、ま、あのね、最初に言ったように、なんか海外漫画のニュースとかトピックスであったりだとか、まあ、作品の紹介ね、なんかそういう動画とかも、まあ、今後も引き続きというか、まあ、最近ちょっとあんまできてないんですけれども、頑張ってね、動画作ってアップしていったりしたいと思いますので、ぜひともね、応援していただけるととても嬉しいです。はい、ということで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。大阪谷町6丁目にある海外コミックスのブックカフェ書式サモリの店主でした。また次の動画でお会いいたしましょう。それじゃあまたね。ありがとうございます。